おいでよ馬路村。高知県の深い山の中、自然に囲まれた人口1000人足らずの村をのんびりと2人で旅しています。田んぼに柚子畑、田舎の風景って感じがすごくするね。出会う村の人たちもほんと気さくであったかいよね。じゃあまずは馬路地区のおすすめスポットを巡ろう。馬路温泉といえば柚子風呂&バラ風呂。柚子の爽やかな香り、気持ちいい。肌がすべすべだよ。バラの花がいっぱい入ったバラ風呂もおすすめだよ。うわぁ、見て見て、かわいい列車だよ。昔、林業で栄えていた頃、森林鉄道が木材や人、物資を運んでいたんだって。復元されて、今は観光客を乗せて走ってるんだよ。釣り人でにぎわう清流、安田川。美味しい鮎で有名なんだって。その場でバーベキューもできるんだ。美味しそう。わぁ、早速当たりが。あれ、下駄だよ。柚子の加工品を全国に販売している馬路村農協。ここは見学や視察もできる柚子の森加工場。わぁ、いい香り。飲み物に化粧品に柚子を使った商品がたくさん作られているんだ。柚子ってすごいな。次に来たのは柳瀬地区。そういえば馬路村って電車も信号もコンビニもないんだよ。でも自然いっぱいで村の人たちの雰囲気も最高にあったかいんだよね。柳瀬のキャンプ場はダム湖が一望できる絶好のロケーションなんだ。しかもこんな大空の下でキャンプができるなんて最高に気持ちいいね。柳瀬の公園にも森林鉄道があって運転体験もできるんだって。それに美肌にいいっていう温泉まで。一日中たっぷりと遊べるね。うわ、一面杉でいっぱい。なんて勇壮なハイキングコースなの。この柳瀬杉は高知県の県木になってるんだよ。この巨木は樹齢何百年なんだろう。自然の凄さが伝わってくるね。千本山展望台に到着。ここから柳瀬地区が一望できるんだ。ひゃー、柳瀬ダムに緑の山々、それに青い空。この景色、空の上から眺められたら最高だろうな。じゃあ一緒に目をつぶって想像の世界を思い描こうよ。よーし、気球に乗って馬路村を探索だ。馬路村で待ち受けね。